エメリアー・エンコ・アレキサンダーは、ロシアの男性総合格闘家。ロシア連邦共和国、ベルゴロド州スタール・ヨスコル出身。オクメット・ファイトクラブ・チェチニア所属。ウクライナ出身の両親のもとに生まれ、国籍は、ロシアだが、民族的には、ロシア人ではなく、ウクライナ人である。エメリアー・エンコ・ヒョードルの実定。兄を大きく上回る巨体に、高いボクシングテクニックと、 身体能力を合わせ持つ。序盤からアグレッシブに攻め込むファイトスタイルで、孤立も高い。ヒョードルも近い将来、サーシャが一番の脅威となるであろうと話す。なお、兄ヒョードルと同様日本での表記は、母国ロシアと逆で姓名の順となる。2003年、世界散ボ選手権、コンバットサンボ 100kg 超級優勝、アマチュア散ボ公式戦、 戦績十勝無敗の戦績があるが、それ以前の経歴に関しては、刑務所に収監されていたため、公式上は白紙である。2003年10月5日、総合格闘技デビュー戦となったプライド武士道で、アスエリオシウバと対戦し、苦戦したものの終始試合をコントロールし僅差の判定勝ち。デビュー戦を白星で飾った。2004年8月15日、 プライドグランプリ2004決勝戦でミルコ・クロコップと対戦し、左ハイキックで小負け。この敗戦は怒りを覚えるほど悔しかったと、本人が話すようにこの敗戦を機に、練習に対する姿勢を改め、ヒョードルに従いトレーニング内容も高度なものをこなすようになった。結果、以前よりも体が絞り込まれ、スパーリングパートナーも驚くほどに、立ち技が上達したという。 2004年10月9日、M-1 グローバルでのカーロス・バヘッド戦では、判定勝利。その後、ジェームス・トンプソン、ヒカルド・モライス、レネローゼといった巨漢との試合が続くも、すべての試合を30秒かからず小勝利した。2005年12月31日、プライド男祭り2005でオリンピック、柔道金メダリストのパウエル・ナツラと対戦し、 スリーパーホールドで一本勝ちを収めた。2006年5月5日、プライド無差別級、グランプリ2006開幕戦の GP1 回戦で、ジョシュ・バーネットと対戦。序盤は、打撃で優勢に立つも、ニアールにスタミナ切れを起こし、V1 アームロックで一本負け。2006年9月10日、プライド無差別級、グランプリ2006決勝戦のリザーブマッチで、 かつてのチームメイトセルゲイ・ハリトーノフと対戦し、パウンドで TKO 勝ち。2006年11月12日、オランダで開催されたニホットにハンドルで、ファブリシオ・ベブズムと対戦し、片方目で一本負け。2007年4月14日、初参戦となったバダゴーファイトでエリック・ペレと対戦し、1RKO 勝ち。2007年10月19日、カナダで行われた、 HCF でダンボ・ボビッシュと対戦し、フロントチョークで一本勝ち。2008年7月19日に行われたアフリクションバンドにてポール・ブエンテロと対戦予定であったが、大会前の血液検査の結果により出場停止となった。兄・ヒョードルは血液検査の結果により出場停止となったことは確かだが詳細はわからないとインタビューで答えている。関係者からは、 C 型肝炎に感染している可能性が示唆された。2009年、所属していたレッドデビルを離脱し、フリーランスとなった。3月29日のプロ FC では、かつての同門、イブラヒム・マゴメドフと対戦し、カットによる TKO 価値を収めた。マゴメドフとは2012年に再戦し、この試合もドクターストップで勝利を収めている。2010年、ロシアのプロ FC で、 エディベンスンとプロ FC ヘビー級ワンマッチで対戦で1ラウンド40秒小勝ち。同年5月22日に行われたアゼルバイジャンのアップフでミオドラグペトコビッチに小勝ちしかし2010年12月18日にハバロスクで行われたドラッカでピーター・グラハムと変則30秒ルールで対戦したが小負け2012年11月15日に M-1 チャレンジ35で ジェフ・モンソンと対戦。2R に、モンソンの得意技ノース・サウス・チョークで一本負け。試合後アレキサンダーは、モンソンに再戦を求めたが、その後いでの喧嘩が原因となり M-1、グローバルをリリースされた。2013年5月25日に、モスクワで開催されたレジェンドにて、ボブ・ザップと対戦。打撃で1ラウンド小勝ち。この試合でアレキサンダーは髭を長く伸ばし、 試合に臨んでいた。2014年1月25日に開催された、コロシアム FC ニューヒストリー2で、ディミトリー・ソスノフスキーと対戦し1ラウンドに打撃で小負けとなった。3年後の2017年に復帰し、ワールドファイティングチャンピオンシップをクメットに参戦。ジェロニモドス・サントス、バージル・ツーイッカーと対戦し、どちらも1ラウンド以内に打撃で小勝ちを収めている。 2018年5月5日に RCC、ロシアンキロジューファイティングチャンピオンシップにで、元 UFC ランカーのガブリエル・ゴンザーガと対戦。ゴンザーガはこの試合が2016年のデリック・ルイス戦以降2年不利の復帰戦であった。1R はペースをつかまれテイクダウンを奪われる場面などがあったものの 2R に打撃のラッシュで小勝ちを収めた。2018年8月15日に ワールドファイティングチャンピオンシップをメめト50でトニー・ジョンソンと対戦。3ラウンドを戦い抜き、人生初の引き分けとなった。2020年7月24日、赤にてマゴメドイスマイロフと対戦。3R3 分25秒、パウンドにて TK o 負け。ありがとうございます。